寺島屋敷がお送りするワンポイントイングリッシュの時間です。今日は、こんな問題です。どうぞ。スタンドっていう単語が、stand。なんか、進行形で使われてたり使われてなかったりするんですけど、まあどうでしょうっていうね。 でそういう問題です。はい、では行きましょう。そもそも論として、stand っていう単語は自動詞で使ったときと、自動詞で使ったときと他動詞で使ったときで、意味違いますよね。まずは、そもそも論。 はい、えー。自動詞っていうのは、後ろに目的語がないやつです。後ろに目的語、SVO のをね、えー。目的語がないやつを自動詞と言いますが、これ立つっていうんですね。で、他動詞で使うと、えー、後ろに目的語がある。この時何々を我慢するんですね。だから、自動詞で使ってるか他動詞で使ってるかを瞬時に判断し、まあ、どっちの意味になってるかを考えればいいわけで、例えば、I can't. s stand it. t a n d i t a n y m o r e i can't stand it anymore. はい、これはどっちでしょうってなったときに、まあもちろん多動詞から引っ張ってるから我慢するなんだろうなとは思うんでしょうけど、えー、こうなって、えー、ここにさっき言ったじゃん、王があるかないかの話でしょ黄色が欲しい。はい、黄色。はい、ここに王がある。 O があるってことは、こいつははい、もう一回。O があるのは他動詞です。これ他動詞です。ということは、この stand の意味は我慢するです。I cannot stand it anymore.I can't stand it anymore. もう我慢できない。もはやこれ以上それを我慢することはできないと言っています。ちなみに、えー、我慢するの stand を使うときは、後ろ目的もそうなんですけど、 かなりの確率で、99. 9 9 9キャンと一緒に使いますね。えー、イ、ねえー、キャンね、え、c a できるのキャン、ねえー、と一緒に使うですね。使うです。使うです。はえー、ということで。で今日のテーマはそっちではありません。あの、立つっていうスタンドを使うときに、スタンドを使うときに、例えばさ、あそこに彼女立ってるじゃんって言いたいとき、彼女 C ね。 She is standing there. She is standing there. って言える ?She is standing there. Oh, she is standing there. 言えるに対して、she stands, スタンドの三人称単数のやね。She stands there. って言える Oh, she stands there. って言えるっていう問題と、あの、何々駅降りて、こっち行ってこっち行くと。ね。あのビルが立っています。ね。この立っていますの時に、 That building, その building は is standing there って言えるみたいなことが画面こっち。今回のテーマなって見てほら。stands いける、is standing いける、is standing いける、s t o o d いける、s t o o d は stand の過去形ね。で、こっち見て。もの、もの、人、人。一個だけ誤りだって。どれがダメ っていう話になってるわけ。はい、じゃあ黒板もう一回。で、その説明をここでしていきたいと思います。主語が人間のとき。このときは、別に進行形にしてもいいし、まあ普通に書いてもいいし、普通ってのは、 うんと、現在形だったらスタンドをそのまま使うし、過去形だったらスト,ーストゥーってことだよね。うん。で、その、まあ、現在系、進行形でも普通でも、まあ、好きに書いてくださいよ。に対して、建物の時、この時は、進行形はダメです。ね。進行形はダメです。えー、普通に書くだけです。 さっき言った、彼女そこに立ってるよっていう時はどっちでもいいですよ。she is standing there でもいいし、she stands there でもいいし、どっちでもいいですね。だから、うん建物話だけちょっとここに入れとくけど、ここで is standing はできないから、stands そのまま。 これで、えー、そのビールはそこに立っています。これで立っていますでいいの。進行形使えないから。あの、私は、こういう教え方しないんですけどあ、今から言う教え方しないんですけど、よく、進行形って途中でやめられるやつだよねっていう先生がいらっしゃいます。あながち間違ってないと思いますけど、私はそういう言い方しないけど、あの、 走っていますって言ったら、途中で走るのやめられんじゃん。ね。えー、だからなんか進行、勉強していますって言ったら、勉強するの途中でやめられんじゃん。ね。えー、だから、まあ、進行形っていうのは途中でやめられるってことを考えると、え、ビルが建ってるっていうのを途中でやめるってことができないじゃないですか。ね。だからおかしいなっていう風に考えてもいいんじゃないかなと思います。で私がそれを教え方、えー、進行形っていうのは途中でやめることができるものって教えない理由は、なんか、I was taking a shower when, the って、そのさ、 言ったときにさ、シャワー浴びてるときにお客さん来たみたいなやつ。シャワー浴びてるときに、えー、お客さんが来た I was taking a shower, I was taking a shower. うん。途中でやめられるかって言ったらやめられるけど、まあ、ピンポンって来て、はーいってなんないじゃん。だから、あんまりそういう教え方をしないっていうだけなんですけど。うん、まあ、やめようと思ったら一応、可能か可能じゃないかって言ったら可能だよね。ふん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 、ピンポン。はい。いけなくはない。ね。 っていうことがあるので、一応そういう教え方は私はしないんですけど、あとなんかあるかな考えてみよう。進行形。まあ、ジャンプとか言うね。ジャンプしてて途中でやめられるもんな。これ言うね。だから大概、ま、間違ってるとは言いませんよ。ただ、なんとなく、あの、それを定義化してしまうのは、えー、どうかなというふうには思うんですけど、別に否定してるわけじゃないですけどね。うん。なんか、たまにはジャンプしたらなんか俺にこのオーラとかを出してくれていな、くってな。はい、無視されました。問題解いて終わります。 俺をいじけさせたらどうなるか分かってんのすぐ終わっちゃうんだよ。うーん。これがダメ。あと人だからね。人だからどっちでもいいからね。で、これはいいよね。ね。これ、えー、建物で進行形だから2番がダメで正解。もう終わっちゃうもんね。あの、比較的ですね。これ、 知らない人も多かったんだけど、多いと思うんですけど、意外とここ抜けちゃう人多いと思うので、えっ、ー、と、なんとなくスタンドっていう単語は、立つと我慢するのがあるのは知ってるんだよ。じゃどう区別するのって言った時に、あの、目的があるかないかで区別っていうところがちょっと、えー、いまいちあやふやになってた人がおそらく多いんじゃないかなと思うので、えー、その辺をレビューしていただければと思います。ラルビア Beyond f ここまでのお相手は、て、ラさあどんな編集するじ、ま、よ。これ、これもし、 一人でやってる感じになってたら超ゴリよ。しーキーちゃんと編集しろよ。